新型コロナウイルスの感染者に関する最新情報です。今日県内では仙台市と多賀城市で合わせて13人の感染が確認され、このうち12人は20代の女性でした。多賀城市の20代のアルバイトの女性は、 クラスターが発生した仙台市内の接待を伴う飲食店を訪れていたということですこの飲食店をめぐっては今月4日以降連日感染者が確認されています女性は重篤な状態ではなく濃厚接触者について現在調査中ですまた仙台市では10代の女性1人20代の女性11人の合わせて12人の感染が確認されました 仙台市は午後7時から詳しい内容を説明する予定です。